アレクサンドル2世から1881年3月13日は、ロマノフ朝第十二代ロシア皇帝。ニコライ一世の第一王子、母は皇后でプロイセン王女のアレクサンドラフヨードロブナ。大冠式で家族から祝福を受けるアレクサンドル2世、幼い頃から未来の皇帝の地位を約束されていたアレクサンドルは、有能な異性者になるべく帝王教育を受けた。 帝国を滑るために必要などいつご、フランス語、英語、ポーランド語をマスターし、実際に政府機関に勤務して、軍事、外交、財政などの政治的教養を身につけていった。1855年、クリミア戦争が、セバストポリ要塞の激戦を迎えている最中に、ニコライ一世が崩御したため、皇帝の座についた。戦局は悪化の一途をたどり、 翌1856年3月にロシアは敗北を認めパリ条約を結んだ。クリミア戦争の敗北はロシアの支配階級に大きな危機感を抱かせ、帝国の弱体化の責任は既存の国家体制が抱く立ち遅れに求められた。資本主義が工業化のような経済発展、自由主義的な社会改革こそがロシアを救うと考えられたのである。 濃度性改革について述べた、下から起こるよりは、上から起こった方が、はるかに良いという言葉が示す通り、アレクサンドル二世自身は、こうした国家の西岡改革を慎重に採用していくことで、伝統的な先制政治を延命させることができるという思想を持って、改革に臨んだ。このため、自由主義者とは、改革に対するビジョンに最初から相母があった。アレクサンドル二世は、 急変な社会制度の象徴とされた濃度性の解体に着手し、1861年2月19日に濃度解放令を実施した。長期的に見れば、この解放はロシアに工業発展の成果をもたらしたが、その実感は1860年代後半になってから現実のものとなったのであり、解放直後は不十分だとする不満が農民に根強かった。また、 開放は、約4700万人の農民の管理が、地主から政府の手に移ったことを意味し、この社会的変化に対応するべく、地方自治機関として、ゼムストボが設置された。この機関は、地方貴族に、地方への影響力を残すと同時に、国政参加の機会を与えたが、それでも、児童教育、保健事業、貧民救済といった社会の影の部分に目が向けられた。 改革は他方面に及び、1864年に断行された司法権の行政権からの独立をはじめ、国家予算の一本化、徴税受けおい制の廃止、国立銀行創設といった政府内の構造的近代化、効率化のための施策が、やつぎばに行われた。またナショナリズムの要たる国民教育に関しても、五六人文部省のもと、 1863年の大学令で大学を自由化し、翌1864年の初等国民学校令、中等学校法は無償の基礎的公教育を保障した。公認で保守派の代表格であるドミトリー・トルストイも教育改革を熱心に推進し、1871年に女性が教員や公務員となることが許可された。ロシアは、 女子教育に関しては、西欧諸国をはるかにしのいでいた。軍事面での改革は、陸将ドミトリー・ミリューチンの努力に負うところが大きい。ミリューチンは1867年に軍機を大幅に整備し、それまでの一部の志願兵や特例措置を廃して、1874年に完全徴兵制へ移行させた。ただし、装備などは、 西欧列強と比べると、未だ格段に質が悪かった。また、政務会員も変革を期待し、ロシア正教会への働きかけを強めた。しかし、こうした改革は帝国に完全な安定をもたらすことはなかった。ポーランドでは、アレクサンドル2世の治世初期から自治を求める、分離主義運動が活発で、デモが頻繁に起きた。 ポーランド側は1862年に与えられた部分的な自治権には不満で、ついに1863年の年明けには、ポーランドとリトアニアで旧ポーランドリトアニア共和国を再建しようという1月放棄が発生し、ベラルーシやウクライナでは民族主義の反乱が起きた。こうした騒乱の鎮圧には1年以上がかかり、ポーランドは自治権を失ってヨーロッパ・ロシア各地域における ロシア化政策が強化された。こうした動きや、1866年のカラコーゾフ、事件、保守派の政治家が政権に参与し始めたこともあって、アレクサンドルの改革は1860年代後半から反動化したという評価が一般的である。事実、ポーランド人とリトアニア人の多くがシベリアに流刑になるかアメリカ合衆国へ亡命していった。 しかし改革は全体的には続行されていたという説もロシアを中心に存在する。提出牙、このエレン隊の軍服をまとったアレクサンドル2世ヨーロッパ皇帝はロシアの孤立状態を危ぶみ外相アレクサンドルゴルチャコフの協力で対ヨーロッパ国際協調路線を模索した。フランスへの接近は失敗に終わりイギリスやオーストリアとは 強い敵対関係から脱却することはなかった。結果として、プロイセントの友好が考えられ、1873年、バルカン半島をめぐって、ライバル関係にあるオーストリアを含めた3、帝同盟が結ばれた。バルカン半島クリミア戦争以後ロシア政府はバルカン南下政策に慎重になっていたが、スラブ主義者のキャンペーン活動に後押しされる形で、 1877年に、ブルガリア保護の名目で、オスマン帝国に宣戦線した、ロット戦争では、9ヶ月の戦いの後に、アドリアノープルを陥落させて敵側から降伏を引き出した。1878年2月のサンステファノ条約では、ロシアの衛星国とすべく、ブルガリア公国の形成と自治権を、オスマン側に認めさせた。しかし列強はこれに猛反発し、 同年7月に開催されたベルリン会議では、ロシアの影響力をそぐ方向で、条約内容が大幅に修正された。ロシア側は、ブルガリア港に、皇后の追い、アレクサンダーを押すことには成功したものの、ベルリン会議を主催したプロイセンとの同盟関係に、疑念を呈する声が、スラブ主義者の間で上がることになった。カフカース地方コーカサス戦争で、 ロシアの支配下に入っていたカフカース地方では、クウの油田における利権が、ヨーロッパ諸国の起業家の注目の的になり、スウェーデン出身のノーベル家がこの地の開発を引き受けて、巨万の富を築いた。中央アジアアレクサンドルの地位には、中央アジアへの本格的な進出や開発も、始まった。トルキスタン地方では、ブハラハン国、ヒバハン国を次々に保護下に置き、 1876年に高感度半国を滅ぼすと、この地域でもロシア化政策と経済開発が推し進められた。この地域は、綿花栽培及び綿工業の中心地となり、モノカルチャー化が進んでいった。東アジア不平等条約の日露修好通商条約の交渉で派遣された、開始開港延期交渉施設館包囲。 高島助弘によるアレクサンドル2世クリミア戦争の敗北でバルカンへの進出に失敗したロシアはアジア進出により積極的な帝国拡大の可能性を見出した。アロー戦争に暴殺されていた新国と1858年の愛軍条約及び天津条約1860年の北京条約を次々に結び宴会州を獲得して 不登校グラジオストクを建設した。帝国東部地域の開発が進む中、多くの解放農民がシベリアへと移住した。また、極東における領土の整理も行われた。1867年には開発の困難なアラスカをアメリカに720万ドルで売却し、1875年には日本の特命全権大使、榎本武明との交渉で、 カラフと千島交換条約を結び、日露間の国境を確認した。日本との関係で言うと、日本政府とペルー政府との間に起こったマリアルス号事件では、1873年から1875年にかけて開かれた国際仲裁裁判の裁判長となり、日本に有利な判決を出した。皇帝の公式の家族、皇后マリアと、 皇太子アレクサンドル皇帝のもう一つの家庭、カーチャことエカチェリーナドルゴルーカや皇爵霊嬢と二人の子供1841年、ヘッセン大公ルートビヒニセの末娘マリーと恋愛結婚した。マリーはその母親ビルヘルミーネの不義の子だったが、アレクサンドルはそれを承知の上で妻に迎え、マリーは回収して、マリア・アレクサンドロブナと名乗った。しかし結婚後、 アレクサンドルの妻への愛情は急速に冷め、間に8人の子供を設けつつ、他の貴族女性との性的関係を繰り返し、3人の死生児を作った。また、1865年の皇太子、ニコライの旧止は皇帝をひどい鬱状態に陥らせ、妻や家族など周囲との溝をさらに深める原因となった。1866年、48歳のアレクサンドル二世は、 没落貴族の娘で、スモーリヌイ女学院の女学生だったエカチェリーナ、ドルゴルユカヤ公爵霊嬢と出会った。二人はカーチャがスモーリヌイ女学院を卒業するのを待って、恋愛関係になり、四人の子供が生まれて幸福な家庭生活を築いた。当然ながら、この関係は明るみに出て、皇太子アレクサンドルをはじめとする多くの人々の非難を受けた。 1880年5月に広報マリアが没すると皇帝は教会法や家族の反対を無視しカーチャと再婚するに至った。当然ながらこの結婚はロマノフ家の人々の容認するところとならず皇帝の死後カーチャとその子供たちは340万ルーブルの年金を与えられニーズに追い払われた。1881年に写真家 セルゲイ・リボービッチ・レビツキーが撮影。アレクサンドル二世暗殺を描いた1881年にセルゲイ・リボービッチ・レビツキーが撮影。死の床のアレクサンドル二世1880年2月、アレクサンドル二世を狙った東急食堂爆破事件が起きて多数の死傷者が出た。これをきっかけに最高式委員会が設置され、下ボルガリン自総督として、 暴動鎮圧に成果を収めた、ミハイル・ロリスイコール・メリコフが委員長に任命された。政治を安定させ、内政の改革を進めることが、テロや暴動の抑止になると考えた、ロリスイコール・メリコフは、行政改革と財政改革を皇帝に進言し、これを受けて、最高式委員会は解散され、ロリスイコール・メリコフが内務大臣となった。社会の不安を除くため、 人々の演佐の的となっていた悪名高い秘密警察、皇帝官房第三部を廃止し、立憲制導入に向けてまず一種の議会導入を提案し、一般委員会や国家評議会にゼムストボの代表や大都市自治会の代表などを参加させようとした。1881年3月13日、アレクサンドル2世は、没落したシュラフタの家柄で、 人民の意思党員のポーランド人、イグナチフリニエビエツキーの投じた爆弾により、サンクトペテルブルク市内で暗殺された。アンドレイ・ジェリャーボフ、ソフィア・ペロフスカイアラ暗殺の首謀者は処刑され、暗殺当日に皇帝の承認を受けたばかりのロリスイコール・メリコフの改革案は白紙に戻された。エカチェリーナとの間に設けた子女 オリガゲオルギーエカチェリーナ皇后マリアとの間に8人の子女を設けた。再婚相手のエカチェリーナドルンゴルーカや皇爵令状との間には結婚前に4人の子女を設けた。いずれも母に与えられたユーリエフスカや皇女の姓を名乗った。ありがとうございます。